こんにちは、ヤーミセラピストのマリです。今日はリクエストいただきました、このマットでの腰の施術をやっていきたいと思います。はい、では今日はマットを使った施術をしていきます。腰の気持ちいいポイントをちょっと見つけながらほぐしていきたいと思います。まずちょっと分かりやすく、ちょっとくすぐったいかもしれないですけど触りますね。あばらがここにありまして、一番下の骨からもう一本ここに付肋骨っていうのがあるので、そこの場所を確認します。肋骨を押しちゃうとね、折れやすいのでここは押さないように気をつけましょう。で、肋骨の一番下の場所を確認することと、あとはこっちの腸骨ですね、骨盤の一番上、縁がどの辺まであるのかなっていうのを確認します。で、腸骨梁をたどってきて真ん中に行けば仙骨があります。で、この辺も気持ちいいですよね、はい、で、この辺なんとなくこう地図というか全体像が見えたところで押していきます。真ん中は背骨ですね。その両脇を押していきます。今は母指の指の腹を使って押してます。押す時も急にグッと乗せるのではなくて、お客様の体の弾力に合わせて指を進めていきます。どうですか、力加減ちょうどいいぐらい。この時に腕の力だけでいくのではなくて、当てたらちょっと体の重さをこうじわーっと預けていく感じですね。こんな感じです。でもうちょっと刺激が欲しいお客様であれば、圧を入れてちょっと揺らしてあげるの気持ちいいかなと思いますが、どうでしょう、いいですか。で、通るラインも背骨に近いところも気持ちいいですし、少し離れたところも気持ちがいいので、そこもやっていきましょう。で、ここの時の体勢も両足膝をこう揃えてしまうと腰に結構負担がくるので、片足をこう立てるような感じにすると体重を乗せたり戻ったりするのが楽にできます。どうでしょう、苦しくないですか。大丈夫、はい、で、結構仙骨の方も気持ちがいいので、この辺りまでやってあげると結構喜ばれますね。はい、では気持ちいいポイントのおさらいです。今日は腰やっていきました。ポイント目安にしたのは、まずこの肋骨の一番下の付肋骨ですね。この部分こう折れやすいので、ここは押したりしないように気をつけましょう。この下からズズズっと下がってきて、この腸骨梁ですね、この位置も目安です。この付肋骨の下から腸骨梁、この結んだあたりが起立筋とか腰方形筋があるところなので、この辺を目安にほぐしてあげると気持ちいいという喜ばれる部分です。で、そこから仙骨ですね、この仙骨の上、骨の上なんですけども、ここも触ってあげるとすごい気持ちよくて喜ばれる場所なので、今日もご紹介しました。ぜひ腰が張ってるとか、なんか動かすとちょっと
痛いよとかいう方にもやってあげると喜ばれると思いますので、ぜひやってみてください。でこんな強もみしないでほぐすやんもみ理論っていうのをメール講座でも配信してます。無料で登録して読めますので、よかったらぜひ概要欄から飛んで登録してみてください。よろしくお願いします。